はいどうもアニメの相談をご覧の皆様こんにちはこんばんはミルバケストとひろさんでーすクリスマスイエーイということでクリスマスをねプレゼント交換をしていきたいと思いますイエーイということでね各自宅にプレゼントは届いていると思うんですけども出していきましょうかはいこちらまず私が送ったやつですねでかいっすねこれ開けていいですかはいどうぞ開けてくださいはい何が出るかなはいということでこちらですねはいでれーん、英語で書いてあって読めません読んでーかー何カプセルカプセルチックスリミックスそれとポップポップヘアサプライズということで今回ヨシさんに送ったのはその2つ海外のおもちゃシリーズですね、うんこれをね、ぜひね、よっさんにね、体験していただきたいということで、送らせていただきました。はい、今回ね、ちょっと縛りがあって、うん、予算3000円の中で買えるプレゼントっていうことで、買ってるんですけれども。3000円でこんな買えるん買えちゃいました。じゃあ、早速、どっちから開けてみようか。こっち、はい。アニメロンソーダ。じゃあ、はい。じゃあ、まずペリペリ開けてもらって。これね。開けましょう、はい、で、開けます、うん、これがラインナップですねうん、開いたおー、なんかちっちゃいサプライズと、はい、巾着みたいなのが入ってるくし形の猫ちゃんいるよねその下半身がぐるっと回すと取れますあ、取れた取れますスプレーの中に水を入れて巾着の結び目のところにシュシュシュッとかけますで、テーブルかなんかに置いといてもらって全体的にかける感じ結び目のところで大丈夫本体にかけた先に言うていや言ったって巾着の結び目のところにシュシュシュッとかけますわお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 おパンそしたら中を開いてもらっておピンクくるくるっとほどいてはいカラーが取れましたこのね青とピンクだよえなんかめっちゃ綺麗なんだけどプリンシーミッシーエブリデイルックって書いてあるエブリデイルックだとノーマルですね運命の力2回目えいキャンディー型のクリップが2個わあめっちゃかわいいこれをこの子につけられるとそうですよいしょここをこうなんかここネジネジしててくるくるっとやって止める感じなんだそう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 ミッシーちゃん頭の後ろにゴムが生えてると思うんだけど髪ゴムになります髪の毛にくっつけることによって付け毛みたいな感じになるよいしょお結べてる結べてるいいじゃないですかぜひねクリスマスパーティーするときはそれつけてもらって一人でやったら寂しいよヘアはこんな感じですねそうですポップポップヘアっていうのがそういう感じですね、はい、こちら明らかにガチャっぽい感じのそうそうそうなのもうその箱自体がねガチャみたいになっててファイブサプライズカプセルって書いてあるよあじゃあ5個カプセルが入ってるんだねドキドキですねここからどう開けていこうかなんか裏側に開け方とか書いてない出すところそこ多分ペリペリになってるからそこを開けるんじゃないかなまずそのようです Which look will you find? はいなんか点線になってるので開けますはいペン開けたらあれですね、うん、ラインナップおラインナップ Who's that girl? うんファッション雑誌みたい
そうそうそう、なんかちゃんと全部説明されてる感じ。頭、体、手、足、靴みたいな感じでパーツに分かれてるらしくて、ガチャから出したら合体させる感じかな。なるほど、うん、こっちに回すぜ。これで本当に出るかな、はい、ガチャガチャ。何が出るかな、何が出るかな。え、回してるけど出てこないぞ。あ、出てきそう出てきそう。なんかすごいガコン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 言ってんですけど大丈夫ですか。出てきそうなんだけど。あ、出てきた。あ、出てきた。急にあのブリンって出てきた。一つ目開けて、本当にこんな感じ。はい、一つ目これを開けます。そういうことか、なるほど。何が出てきた。体、体だけ出てきた。次が、お、2回目はもうちゃんとすんなり出てきましたね。顔だけ出てきた。頭だ、頭。3個目。ガチャ3つ目。お、出た。はい、靴とね、カバン出てきたよ。ブレスレットかな、これ。おー、そんな細かいものも入ってんだ。4つ目。てれてるー。腰に巻くやつかな。で、足は、あの、カプセルに入れるために、こうね、キュッて曲がって入ってる。小田和正みたいなやつ。よいしょ、これで最後。ちょっとラプンツェルっぽい感じの、うん、長い三つ編みとサングラスが今落ちました。リーゼントみたいな。いきましょう。はい、いいよ。あー、リボンを見せるんだからこっち側か、うん、あ、じゃあじゃらーん。ヨッサン好みの割とクールな感じですね。そうね、ノーマルちゃんです。ノーマルレアちゃんですね。ガチャも楽しめて、うん、フィギュアもそれで作れるっていうのはね、面白いよね、うん、チャンネル登録よろしくね。はい、ヨッサンからもらったプレゼントがこちら。謎の青とピンクの箱。イエーイ。クリスマスといえば、うん、赤と緑かなと思ったんですけど、うん、赤と緑っぽい色のものが全然なくてですね。一番近い色のものを選びました。ピンクの箱には花貴婦人って書いてあるね。あー、ふたにピンク色の液体が入ってるね。醤油加工品って書いてありますね。そうなんです、ピンクの醤油です。どんな味の醤油、どんな味か、まあ試していただきたいな。あの色が可愛いからさ、甘いもの味のさ醤油かな。お皿に出してみましょう。オープン。さあ、よいしょ。せ、なんかヨーグルトでもある系だよね。そう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 。あー、あー、飛び散りそう。あー、怖い。あー、飛び、あお、あ、なんかとろーりってした感じだね。本当にこれが醤油の味するのかっていう感じだね。なんかさ、醤油の香りがする。舐めてみよう、ほら。ほら、いただきます。あ、ちゃんと醤油。うわー、ひょっぱ。醤油とつゆを足したような味がするかもしれない。刺身とかで食べたらもうわけわかんなくなる感じなんだけど。ドッキリとかにも使えそう。パッと見これだけ見ると化粧水みたいな感じだけどね。本当になんかそう、お高そうな感じ、ね、こうやりそうだよ。じゃあ次。それはね、ヨッサンもよくわからないんだけど、気になって買ってみたから試してみてと思って。あんちゃん濃縮液って書いてあるね。コンセントレートとは濃縮液のことです。何の？あんちゃんの花から抽出した天然の青い色は豊富なアントシアニンを含んだ濃縮液。開けてみましょう。どんな感じ？高級化粧水みたいのが入ってたよ、これ。冷水を用意したので、これに入れてみましょうか。デスポイト3、4回分お好みの濃さまであって。うーん、真っ青だよ。香りを嗅いでみよう。あ、リンゴの匂いがする。早速入れていく。
あ、確かになんか濃縮液ってだけあって、ちょっとあの砂糖水みたいな、濃い砂糖水みたいな感じなのかな。下に溜まっていくね、これは。じゃあちょっとかき混ぜていきましょう。はい。おー、すごーい。鮮やか。飲んでみよう。いただきまーす。薄い。もうちょっと入れてもいいのかな。じゃあ飲んでみて。どう？薄い。水というよりも炭酸水で割って飲んだ方がもしかしたら楽しめるかもしれないね。紅茶に入れたりするといいのかもしれないね。酸のものを入れると色が変わるんだっけ。これ入れてみようかな。ビタミン C の粉薬なんだけど、うん、色が変わるんじゃないかな。じゃあちょっと入れてみます。紫色になるっていうことだからね。混ぜて。どうかな。あ、変わってきた。お、すごい。あー、実験大成功。すごい、紫になったね。じゃあせっかくだからこの紫も飲んでみようかな。あ、ちょっと味変わった。さっき甘いけどちょっと酸っぱさがあった。うん、そうだね。酸味があることによってリンゴらしさが出てきた感じ。脳が麻痺しそうな感じの。それ化粧バッグに入れといたら絶対騙されるじゃん。本当だよね。完璧化粧品だよねこれ。こうやって見るとアニメロンソーダということで、クリスマスのプレゼント交換でした。はーい。はーい。皆さんはサンタさんにどんなプレゼント頼みましたか？またはもう届いてますか？ね、こんな楽しいプレゼントもありなんじゃないかなと思います。ベクトルは違ったけど、おもちゃと食品で、両方ともね、楽しい品物だったんじゃないかなと思います。思います。あの、僕も私もサンタさんからプレゼント欲しいよ、大人だけど私たちも欲しいよっていう方はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでメルバケッソとよっさんでした。はい、ではまた次回。アデュー、アデュー、メリークリスマス。メリークリスマス。